親による体罰の禁止を明記した法案が全会一致で衆議院を通過しました。28日に可決した児童虐待防止法などの改正案は、親による体罰の禁止が明記されています。政府案に野党の対案の一部を取り込んで、都道府県や児童相談所に対して虐待した親への医学的・心理的指導に努めるという規定も盛り込まれました。与野党の修正案という形で全会一致で参議院に送られ、今の国会で成立する見通しです。